買い取ったヤオハンの成長年の企業のやり方と違うっていうんで、ヤオハン見て歩き130何日の日記っていうのをね書きましてね、いかにね自分の成長の絵成長の絵って言いながら本当は成長の絵やってないかっていう、こんな熱いね文章書いて谷口先生とかポーンと送ったんですね。ああしたら谷口先生のとこから君が指導しとるから君のとこに回して、それが僕の回ってきたわけですよ。ヤオハン見て歩き130何日の記っての来ましてね、読んでみたらボロクソに書いてあるボロクソにね。まあそれはね一方的に見ればそういうのはあるわけです。それで僕はヤオハンの社長を読んでね、社長こういうのが来とるよって言ったら、まあ地方講師の方ですからそんなことはないと思っとったのがそうなったからね、社長びっくりしましてね。で私が社長ね、谷口先生から僕は回ってきたんだが、これをまあ社長どう考えるかと言っていろいろ話しましてね、で私がもう結論として僕はあんたに言うけれども、ヤオハン精神なんていうのはやめなさいと、はっきり成長の絵打ち出しなさいと。それであんた自身がねもうそんなねごまかしなかった、自分自身がね成長の絵をねヤオハン精神なんてごまかしてね、ごまかすってことないけど、成長の絵ったら嫌われへんかなとかね、そんなこと言ったらどうだとか思ってる時にもうすでにもう成長の絵を本当にあんたが信じてないっていう形になってくるじゃないかと、もう徹底してねやめるもんがあったらやめてもいいから成長の絵を徹底してやんなさいと。まあ、大きなあの大会社じゃありませんからね、企業ですから、いや個人企業ですからできるわけですから、今もう千何人になりましたけどね、千人超えましたけども、その頃はまだ5、60人の時ですからね、やったらどうですかって言ったら、はいって言ってね、それでその時から変えたんです。ヤオハン の、 あの和田社長の奥さんが僕に前に言ってましたけど、主人があんなにしょんぼりして帰ってきたことないって言ってたらですね、あの明るいね、社長がもうしょんぼりして帰ってきたそうですよ、あの時だけは。あ、奥さんがそう言ってました。あの、実にまあその時ショックを受けたらしいです。で結局ね、この自分がね道に乗ったらそれからできた衝動だったら衝動になるし、医学であれば移動になるし、何でもねまずね根本自分が乗ることだけども、ここのところが問題なんですね。ここに書いてあるように、いつの間にかね自分の成長の家の教えを自分がやってると思いながら本当は自分の考えをやってる場合がよくあるんです。これはね、この反省がこの中に出てるわけですよ。私はつまらんもんでございます、どうぞ教えてくださいって言いながら、ちゃんと俺はこの野郎このつまらんちって何にも悟っとんだぞっていうものがあるわけですね、もっと深けとるわけですから。でそこのところをね皆さんが一つよくお考えになりましてね、これが根本になると思います。僕は人生のだからまず自分の基礎がねしっかりしてなかったらね、新潟県の地震の時に、3階建ての素晴らしい建物がこの、ま、斜めになってね、こんなになってこう写真が載ってましたよ、あの新聞に写真が載って、3階建てのコンクリートの家がね、でこんなになって載ってる、これコンクリートはちょっとも壊れてないんですが、なぜこんなになったかっていうと、下が砂であって基礎が悪かったからだっていうこと書いてあるわけですね。だから皆さんのこのこうできてきたこの仕事がいかにも素晴らしいようだけども、基礎がはっきりしてないといつこうガタッとなるかわからないっていうことでありまして、私はもう成長の絵の基礎を勉強されたり、だからこのこういうトップセミナーでこんな小難しい話するようですけれども、私はもう授業をする時の基礎のものの道の考え方、人間としていかにあるべきかっていう根本的なものを皆さんが学ばれたら、おのおのその一人一人が自分の立場に立って経営の問題をお考えになったらいいと思うんですね。だからこういう、谷口先生もそういうことをよくおっしゃいますが、我々は基礎を解くんだと。だからそれをおのおの皆さんがその場においてそれを利用し応用していけばいいんだっていうことですね。でここにその103ページの6行目のとこですね、本来無一物であるなどと口では唱えながら、実は無一物どころかたんまりたくさん自分の心の中に背負っているものである。これはもう人のことじゃない、自分のことですね。中には私は一番悪いものです、これが懺悔の生活でございますなどと言いながら、一方ではこの懺悔の生活が一番良い生活である、
全ての人を救う最高の生活がこれである。懺悔の生活をしないような者は本当の尊い生活を知らないものである、などと一方に私は一番悪いのです。全てを捨てました。還元すれば私は貧乏ですと言いながら、一方で大いにその懺悔の生活とやらいうものを自慢そうに担いで歩いている人もある。そんなことに愚顔の死はごまかされるものではないのない。いわんや結相相談においてはよであるということからね。で、先ほどの和田社長のことでもそうですが、和田社長は私の言うことを聞いて分かりましたって言って、それから成長の絵をはっきりやられましてね、よく体験談で言われますが、成長の絵を打ち出した時に自分の社員の大切な部門でパンを作る職人さんで、もうその人がおらんとパンができないっていうような人がね、その人が創価学会の相当の幹部しとって、これを打ち出したら辞めるかもしれないっていう場合があったんだけれども、断固として打ち出したんですね。で、自分が成長の絵の教えで行くということを決心した時に、もう辞めてもいいと思って打ち出したところが、その人が辞めないで、一時は辞めるかと思ったけれども、ついてきてくれたと。そしてもう会社全体がもう本当に結束してね、こういうふうに悪く言われたっていうことは我々が足らなかったんだ。またこの社長偉いですよ。全員の前でその見て歩きの経を全部読んでですね、私たちはこのように批判されたと。私も悪いが、皆さんもお互いにね、これを解決しようじゃないかって、みんなの前でね、自分が徹底的に批判されたことをみんなにブラックバランに言いましてね、で会社がグラッと変わって、それからもうぐん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 発展が出てきたわけで、だから幹部になるためには生命の実相を本当にわからないものは、ヤオハンの幹部にしないって言ってね、言ったところが、みんなこの生命の実相を、まあ、夜8時過ぎてから、講義をしてもらって、それを勉強してやるようになってきたわけです。だからそういうね、この一番の元っていうものをね、人間観とか社会観とかいうようなもの、人生観とかいうようなものが、これが間違ってて、その上にこうどんなものが咲いてきても本当は浮き草みたいなものであるということになるわけです。で、ここにその書いてある、ことはね、非常に教えられることでありまして、まあ大概そういういろんなそういう問題がありますね。皆さんはあの栄える会のテキストになっておりまして、この精神科学っていうのがありますね。これを皆さんぜひこうこれからお読みいただきたいと思うんですが、でこの中で4月号にこの丹野社長っていう仙台のね、東北のあの建築業界の方がなんですけど、建築会社を経営してらっしゃる丹野社長が私と対談したのがあるんです。これ非常に私はね、この人とね対談しとって、私は非常にこの教えられることがあったんですね。もう僕自身がびっくりしたようなことがあるんです。この20ページのところに与えて栄えよっていうところね、徳久と書いて、僕はこの前に丹野さんとちょっと話していて感じたんですけれども、儲けなくてもいいんだと、そんなことを考えるよりもまず人のためになる仕事をしておけと、そうしたら自然に儲かる仕事が1年にいくつか転がり込んでくると、こう言うんですね。この人はお客さんにね、こう儲けようなんて考えないでね、自分のところの従業員にね、儲けなくてもいいんだと、お客さんが喜ぶようなことをしてやれと平気で言えるんですね。で、もうその儲けようと思うなって言って、こう平気で家建ててあげてね、損もすることあるって言うんですよ。で、私はそんなことしとったら会社全体が潰れやしませんかってね、こう僕は言ったんです。どっちが本部講師か分かりませんよね、そんなこと聞くのいつも与え言うといて、こっちはそんなこと聞くんだからね、おそまたなもんじゃけども、そしたらその社長が言うことが愉快でしょ。さっきここに書いてあるようにね、いくら与えてね、人のためにね、損したように見えてもね、必ず1年にね、2つや3つはね、ちゃんと自分のところ儲け出してくれる仕事が転がり込んでくるんですよって言って、心配ありませんよって言うんですね。びっくりしました、僕あれ、その時に。本当にね、皆さんね、そのこの人のね、あの話読んでるとね、どっちが成長の枝かわからないなね、こうことで、まあ四方社長なんかもこの通りなんですけどね、結局こう
喜ばして仕事してるとね、それが何かの形になって儲かりっていうか大きくなっていくんですね。でこの人の話ずっとこう読んでますとね、全くね、神様のお仕事しとりゃね、損することないんだっていうね、こういう根本的なものがあるんですね。なんかだから不合理の合理があるんですよ。不合理の合理みたいなもんでね、理屈ではわからないんですよ。不合理なんですね、いわゆる不合理なんだけども、不合理なように見えながらそれが非常に合理性があるものになっていくんですね。でこの丹野社長と私話しとってね、一番この私自身が打たれたのはね、どういうことかっていうとね、この、皆さんに一つこれは今日ぜひ皆さんが知っておいていただきたいと思いますのは、この根本的な考え方の中にね、こういうものを入れておくといいと思うんですよ。もう皆さんにはもうずっとお話してきてますから、よく分かっていただけると思うんですが、不幸災難ですね、不幸とか災難とかいうものをどうして避けるかっていうですね、不幸災難を避けるただ一つの法則があるっていうことを谷口先生書いてないんです。生命の質の第一巻にね、ただ一つ唯一の法則ということを書いてないんですよ。これは不幸災難を避ける唯一の法則ですとかただ一つ書いてあるから、僕も非常にその時にこのピンときたんですがね、心の世界における運命の形成っていうところがあります。一巻にそこの中に書いてありますから、後でお読みになったらいいと思いますが、これはですねどういうことかと言いますと、もう皆さんすでに類は類をもって集まるって法則はご存知ですね。魚釣りの好きな人には魚釣りの好きな友達ができますし、麻雀の好きな人は麻雀の好きな友達ができますし、こう夫婦でも似たものが集まってるって言われるし、だから会社でもね、社長に似たようなものが集まってくるって言われるから、あんまり社員の悪口言わん方がいいね。うちの社員はしょうがないなんて言うと結局自分が収まったっていうことになるわけで、同じようなのが集まってるっていうことになるんですからね、これはあんまり言わん方がいいんですよ。うちの子供はしょうがないなんて言わん方がいいね。ちゃんと自分が種まいで産ましとるんですからね、似たもんが子供になってきとるんです。これはね、子供の悪口言うような親が自分の悪口言うようなもんなんですよ。だからね、そういうふうに類は類を持って集まる法則っていうのがみんな成長の人は知ってるんです。だけどその反対の法則なんです、これが不幸災難予期の法則ね。類でないものは反発するって法則なんです。これがね、案外みんなね、この法則をねはっきりとこの皆さんが受け取ってないんですね。こう波長の合わんものはね、パレノリていくんですね、パーンと反発するんです。だからね、似てないものはね、こう寄りつかないんですね。会うてもね、こう会えないんです。だから不幸災難に会わないためにはね、不幸災難に会うような心を持たないことなんです。これはそれはだから谷口先生が、人と衝突するような心を持っていると自動車が衝突するということを言われますしね、人をやっつけようと思っていると自分がやっつけられるんだと。これはやっぱりだからそういう心、常に人の役に立とう、人のためになろう、人のためになろうと思っていると、不幸とか災難と全然違う方向でしょ。だから常に人の役に立とう、人の世話してあげよう、人を幸せにしてあげようと思ってたら、自分が不幸になるようなことはやってこないわけですから。有名な親鸞聖人様がに対して誰だかお話がありますね。有名なその話なんですが、もう親鸞聖人が憎くてしょうがないと、何とかして殺してやろうと思ってこう殺す刀持って待ち構えておると、ここは今日は親鸞聖人がこう通られると思って待ってると、ちょっとそこの横の道通って全然合わないと、明日こそと思ってこの道待ってると、今度反対の道来られてすれ違いになるっていうの、これがこの合わないんですね、反発するんですよ。自分が人を殺す気がなかったって人を救う気になっとったら、殺すようなものは自分と寄りついてこないわけですね。だから皆さんがね、奪ってやろうと、お客さんからね、嘘でもいい何でもいい、ちょろまかしてでもね、こう儲けたろうと思ってるとね、やっぱりそういうものに儲けられるわけですよね。でこの丹野さんの話聞いてるとね、僕が驚いたんですが、この法則をもう実にうまく使ってるんですね。使ってるって言ったらおかしいんですが、この人はね、この
類でないものは反発するっていうんでね、ちょうど去年の、まあ、半ばぐらいですか、8月か9月頃だと思いますが、2つ、まあ、建設するものがありましてね、ちょうど両方で20億だっていうんですね。20億ぐらいのものを、まあ、これはもう誰が見てもね、丹野建設が引き受けるに決まってるっていう一つの、まあ、誰が見てもそう思うと本命が丹野建設だと思うとったわけです。ところがその入札の時にちょうど自分の娘の結婚式がありましてね、行けなかったっていうんです。常務をやったっていうんですね。本当常務ですから、まあ、大体もうこれでこのぐらいで入札できると思って入札したお金がね、約2000万円足らなかったね。10億以上の仕事でね、2000万円ですから、わずかなもんなんですね。とだから社長が、私が言っとればこれ取っとるって言うんでしょ、このぐらいの金ケチケチせんから取っとるんだと。ところが常務に任したから、わずか2000万円ぐらいの金で予算取られたっていう、2つ取られたっていうんですね。そしてまあ帰って大反省して、成長の枝ありながら、この仕事をよう取らないのどういうわけだろうかと、なんか私らが間違ったんじゃないだろうかって反省したりいろいろしてみたけれどね、まあね、神様の世界に悪いことないんじゃろうって言ってね、まあこれ取れなんだよしょうがないわって言ってね、また淡々としとったらね、あの石油ショックでね、カーッと値上がりしましてね、資材が一番上がってしまって、もしこれ引き受けを取ったら、どんなに少なくとも私の会社で13億の損害になってるだろうって言うんですよ。これはね、あの最低見積もって10億から13億だって言うんです。だ倍になってますからね。これは志川先生の中に聞けばよくわかるけども、とにかく上がってしまったんだから、で後で追加の上がりました金で追加もらおったって金なかなかくれないって、その時くれないで、こうもらうのがですね、伸び伸びになる、これがいつの間にかもらえなくなって、だからまあどんなにもうこれは倍になる、ほとんど倍になりましたから、40億ぐらいかかってくるとすると、もうこれは13億から15億ぐらいの損害に、最低見積もって13億の損になるところだったんだと。だから私が引き受けようと思って引き受けられなかったっていうことは、ちゃんとね、普段からこの神様のお仕事しとるからね、そういうものにこう引き受けなくて済んだんだと、こう後で分かったっていうんですよ。これは皆さんね、やっぱり反発しとんで、反発しとんですよ。ちょうど娘が結婚式だとかなんとか言うけれどもね、そういうもんなんですね。だからその私はこの話聞いてね、本当に素晴らしいなっていうか、普段からね、こう人のためになるとか、人を可愛がるってね、人の役に立つっていうことをしておればね、自分が犯されるようなね、問題が寄ってこないんだっていうことね。だから前に一遍お話したと思いますが、埼玉県の連合会長をしている藤原さんっていう方が、もう会社の製品を売りつけると、どうも売掛金がどうしても取れない、焦げ付きになって取れなくて困ったっていうんですね。困った時に、どうしてこんなに焦げ付くんだろうかと、私は成長のやっとんのにと思いながら焦げ付いてしまって仕方なかったと。その時にこのふっと気がついて、人が私に金払わんっていうことは、私も気持ちを払ってないんじゃないかと気がついたっていうんですね。あ、なんか私はそんなことやったのが、私はそんなことないんだかなと思って、ふっと考えてみたら、この材料を買う、まあ、工場ですから、材料を買うときになるべく手形をね、長くしてね、でなるべく払わないようにしてね、値切っとったっちゅうんですよ。あ、私が大体物を買うときに値切る心があって、なるべく伸ばそう伸ばそう、金払う現金はなるべく払わんで、伸ばそう伸ばそう伸ばそう思っとったら、ちゃんと向こうも伸ばされて、なかなか焦げついて払ってくれんってことで気がついて、よし、これは私の心が間違っとったと。類を類で集まっとんだから、この類を反発するっていう心はね、この違うものは類でないものは反発するっていう、これになるわけですよ。それでそのよしと思って、材料費を買うときに、もう現金で即金でね、ありがとうございますって感謝ね、もう初めはもうありがとうないけども、言葉の中でありがとうございますってね、もう気持ちよくね、このだから銀行から借金してでもね、材料買う時にはパンポンと現金で買うようにしたらね、今度今月には全然なくなったって話しとったですね。これは本当にそういう話してました。ですからやっぱりこの類でないものは反発するっていう法則ね、類は類を持って集まるっていう法則だけでなくて、類でないものは反発するっていうこの法則はね、災難欲の非常に素晴らしいもんだから、これを皆さんがね、類は類を持って集まるって法則だけじゃなくて、類でないものは反発するっていうことをきちっと覚えられてね、何か問題が起こった時に
私にそういう類似の心があって、その不幸を反発できなかったんだっていうふうに反省されたらいいと思うんですよ。これは私は素晴らしいことだと思いましてね。まあこの今ここにありますようにね、私は私がっていうのはね、どんなにね自分はないように思っても自分が出てるっていうことね、これがそのここのね、だから私が言うのは類でないものは反発するっていう、そのこの心の中に常に企業の根本はどうしたら人の役に立つだろうか、お客さんに喜んでもらうかっていうことをね、この基礎の中にね、企業の時には根本的にこの中にそれがないと上が栄えてこないっていうことですね。それでその時行きましょう。それで相談はですね、清源発火の酒三吉三三吉祥をあってなお言う今だ舌を潤さず、白紙醸造の清源の名酒をたんまり飲んでおきながら舌に一滴の酒も潤さなかったような、しらっぱくれようは何じゃと一喝を食らわしたというのである。無門はこれを表して聖者聖勢清幕これ南国信行と相山具現深く来気を弁ずと。気というのは心気である、心の気ですね、心気一点というあの心気です。だから企業は、私は最近あの思いますけどね、企業でも何でもね、新しい心になったら新しい運命が来るんですよ。僕はだから新しい心、新しい運命っていうものをね常に考えてるわけです。なんかっていう時には新しい心になったらね、新しい運命が出てくる、同じことをじっと思っとったら同じ運命しか出てこないと、これが大切ですね。心機一転です。心の働きである。幕というのは一中を揺すなどの湯であって、負けることである。自己の心営の心境学習を追い、ことさらに負けたかのごとく、製品は個品でございます、一般を憐れみたまえなどと言ってきたのは何のつもりでやってきたんだろう、これがやっぱりそうですね。そういうふうにして、まあ私はつまらんもんでございますなんてやってきとるから、本当にそうかと思ったらとんでもない食わせもんであったということなんですね。だからこのぐらい人を見破る心があると、皆さんでも例えばお客さんなんかにごまかされるようなお客さんに会わないで済むわけですね。だから常にね、このそういうその心機がなきゃいけないんであってですね、人のこの表面的な言葉の奥にあるものを読み取るようなのがね、心がないといけない。それでなどと言ってきたのは何のつもりで来たのだろう、多分清盛入道が包囲の下に鎧をまとっていたのと同じことであったのだろう、本当に聖勢め古品だと思って座敷へ生じてご馳走でも食らわしてやるならば、さあ大変、包囲を脱いで武装を表し居直り強盗よろしくというようになっただろう、なったであろう。ところがさすがに相山は人を見るのに眼を備えていて、聖勢がやってきた心の働きを看破したのである、で幸いに事なきを得たというのである。まあこれが大事なところですね。皆さんでもね、人に騙されたっていうのはあんまり自慢にならないですね。もう私はあの人に騙されたなんていうのはね、見る目がなかったっていうことであんまり言わん方がいいですよ。騙されてもね、黙っとった方がマシですね。私はもうこの頃騙されたっていうことを言わんことしてね、偽物の骨董を買うてきても絶対言わん、黙って。自分で本物だと思ったらええんでね、人がどう言おうってこっちはそう楽しんだらええんですからね、もう騙される方が悪いんでね、もう私は言わんことにしとんですよ。もう面白い話聞きましてね、この間骨董屋さんってのはどんなもんかって言うとね、面白い話してましたよ。こういうこと言ってましたね、あのタヌキがね、自分の息子にね、タヌキの息子ですよ、きっと騙す練習うんと教えといてね、いよいよ実験に入れっちゅうんでね、あそこに人が行きよるからあれやってみっちって実験させたっちゅうんですよ。それでね、行きかけたら途端に親が飛んできて、やめとけやめとけって、あら骨董屋やって言ってくれたっちゅうね。タヌキ以上にね、タヌキを騙すのはまだ骨董屋でしてね、そのぐらい骨董屋っちゅうの騙すんやっちゅうっていう、その話聞いたからね、もうやっぱりこれ気をつけていかんと思ってね、思ったんですがね、まあタヌキが用心せいちゅうだ。まあ面白い話聞きましてね、いろいろ生きとると面白い話聞きます。それでこのね、
やっぱり見破れないっていうのは自分がまずいんですね。だから女の方なんか来て、あの男に騙されたなんて言うと、あんまりそんなこと言いなさんな、あんたもね騙されるような態度しとったんじゃろって僕はよく言うんです。隙がなかったら女騙せませんもんね。皆さん騙そうったって騙せんもんね。女の方に隙があるからいけるんで、まあこういうのはですね。しかしそれはそれとして、その時ですね、舌を拭って酒の匂いを嗅いだこともない風をしている聖勢が、聖勢のどこをどう見て贅砂利は酒をたんまり飲んできたと相談はかっぱしたのだと。これは素晴らしいですね。そういうところを我々は一つ明明にそれを考えてみるのも勉強になるんだろうというのが、しかも格のごとくないといえども、しばらく言えと、なりにかこれ贅砂利酒を喫するところぞというのが無問の表である。実際世の中には自分では個人であり何も背負っていないと思っていながら大いに背負っている人がたくさんあると。嫁に行っても姑の気に入らないようなご婦人は、すべてこの大いに私が私がを物知り顔に背負っている人である。知恵の言葉の中にこんな話が書いてある。このね、人間ってのはもう自分はね、自分が自分がってのはありましてね、この本当にね、このそれがなくなるっていうことは難しいことですけどね、昔あるところに非常に大富豪があった。その家の一人息子に嫁が必要になった。その嫁の資格として何もいらない、ただその家の姑に気に入るように幕を家の前に張ることであった。毎日大勢のお嫁さんの候補者が詰めかけた。中には随分作法や儀式に通じた自信のあるお嫁さんもあったが、一人としてその姑の気に入るように幕の張れる人はなかった。やがて最後に来たお嫁さんはどうしたかというと、あのおっかさん、この幕はどこから張りましょうと聞いた。姑はこっから張ってくださいと答えた。どういうふうに持って張ったらよいでしょうかと女は聞いた。こういうふうに持ってくださいと姑は教えた。こうして1から10まで女は姑の教えに従って幕を張った。それは従順そのものの徳であった。自然姑の気に入るように幕は張られていた。彼女は大富豪のお嫁になって大富豪の宝を継いだ。天国の宝を継ぐのもこの例えの通りである。これはいいお話でね、僕らもよく先生から聞かされましたけどね、こういうその相手にね、こう何でも聞いてね、本当に相手の気持ちをこう生かすっていうことがね、これなかなかできないんです。私がってのがあるから幕の張り方ぐらいなんじゃと思ってやると相手の気にならないですね。これはあの私たちがお客さんを接待するのもこの方法ですね。谷口先生がよくおっしゃいますけれども、ご本にも書いてありますけれども、お客さんを接待するには、相手の好きなようにしてあげたらいいということをおっしゃいますね。だから自分の考えを相手に押し付けるっていうことは、どんなに自分が相手がこの方がいいだろうと思っても相手がそれを喜ばない場合がたくさんありますね。私なんかでもそうなんですよ。まあ私の顔を見たら酒飲むような顔しとるかそれに見えるかしら。ウイスキーなんかよく持ってきてくはんですね。いや飲むような顔しとるのかもしれないけど、僕は全然飲めないんですね。そうするとウイスキーの何万円するのをいただいてもちっともありがとうないんですね。これそういうもんなんですね。こうだからその人は自分が好き、僕に酒を持ってくれる人は大概ご自分の好きな人です。これ自分が好きだからこう相手にあげたら一滴になるでしょうね。それあの面白いもんですよ。谷口先生が、はお湯飲みにいっぱいこう番茶入れてそれをガブッとお飲みなの好きでね、昔の自分の友達のとこ行ったところはそれがですね、大きなお湯飲みにガブッとお茶入れて出してくれたから、ああこれはわしの気持ちをよしっとって接待してくれたらありがたいと思ってガブッと飲んでみたら、そう酒だったっちゅうそういうのを生命の書に書いてあるわけです。自分の好きなものを相手にこう与えたらさぞ喜ぶだろうっていうのは、これが人間の心なんで、誰でもそうなんです。これは愛なんですけれどもね、それが押し付けた場合に相手に嫌われるんです。これはそれは自分が好きなものがあってもね、相手にね、あなたは何がお好きなんですかと聞く
このね、無我が欲しいわけですよ。床屋行ってね、でもね、こう床屋がね、シャーッと刈り上げてね、もう自分の好きなように買って、何にもやんとパーッと買ってしまってね、帰ってみたら妙な顔になってるのがあるわけですね。だから床屋さん行っても本当に上手なとこやったのは、あんたどういうな、どういうにしましょうかって言って、いちいち聞いてくれるとこやったのは気に入るわけですよね。これ1から10まで。ですからお嫁さんに行っても、私はこうだって言って姑を何もほったらかしとて勝手なことしたら、これは嫌われるわけで、会社へ入ったって、入社したって、その会社には会社の一つの習慣もあり、いろんなものがあるんだから、新しい社員はこれはどうしたらいいんですかと、だと知っとってもね、どうしたらいいんでしょうか、これどう言ったらいいんでしょうかってこう聞いていくね、その会社のしきたりとかやり方を全部聞いてくれる社員はね、早く伸びますよ。これその会社で役に立つ人間になる。そういうね、素直さがない、自分のええとこ見せよう、自分のええとこ見せようとしますとね、何やってもね、書道でも絵でも歌でも何でも、カルソっていうあの有名なイタリーの世界的に有名な歌手がおりましたですね。あの歌手が、ある時、まあこれも世界的に有名な先生のところに声楽を習い、声楽を習いに入ったら、そこではもう発声の練習ばっかり教えられたんですね。2年ぐらいか、2年か3年発声練習ばっかりやされた。ところが後から来た、習いに来たものは歌を教えられて、早く歌を覚えて出ていくと。ところが自分は発声しか教えてもない。でカルソはもう途中で出ていこうかと思って、何遍思ったかわからない、見込みがないから発声ばっかりやらされるかと思っとったと。ところがまあ2年か3年経った時に、その先生が、お前にはもう何にも教えることがないと、何にも教えることない、これだけ基礎ができたらお前何歌っても歌えると、今まで先に出ていった、もう私より先に出ていったものが素晴らしいんじゃないでしょうかって聞いたら、あれは見込みがないから歌を歌わしてね、一つの歌や二つの歌は上手になるかもしれないと、しかし何歌ってもできるためには根本的の発声練習をしなきゃいけないっていうことを言われたっていうんですね。基礎は非常に大切だっていうことになるわけですね。だからその今の出てくる歌手なんかでも、まあ出てきたらすぐ消えていくようなのは基礎がないから、魅力がないわけであってですね。だから大学なんかで基礎習ってきても、それがやっぱりその基礎を持っていって、その会社へ入ったら、その会社の自分の上役にどうしたらいいかっていうことを素直にこう聞いていくと、そういう人は早いですね。私なんのところへ使っとっても、自分のええとこ見せようと思って自分なりにいろんなことをやっていくと、結局組織の中に入ってこないんです。結局どんなに能力があっても、組織という今のこの社会の中の組織の中に入らなかったら能力が出ない。これが自分の無限の可能性を出すためには調和しなければいけないっていうことは、歯車が合わないかんということですね。これは非常に大切なことです。だから、私は鵜久森社長、スリーボンドの社長がやってられるのは非常に面白いと思うんですが、入社したらまず最初に一番先に何にも言わんと川口湖の練習に掘り込むんですね。川口湖の練習、大学ではほとんどですから、6、7人です。ほとんど大学でですから、俺はスリーボンドに入ったんでこんなところへ来て何やるんやっちゃうんでね、朝の5時から叩き起こされて新総会やるでしょ。俺は何のためにこの会社入ったんかなって言って、初めブーブー言うとるんですね。それはね、そういうとこ行って5時に叩き起こされて訓練されて、今まで持っとる子俺がっていうものがそこで叩き壊されるわけで、1週間が遠くないだね。それがその会社に馴染んでくる一つのもとだって。それはやっぱりスリーボンドは社長が僕に言うんですけれども、今の日本人の若い人は、日本人としての教育を受けてないと。だからまず日本人になってもらうことと、親に感謝しても心を教えられてないと。子供は親に感謝することによって喜びがあるんだから、その2つを川口家で教えてもらうんだって言ってね、そこからうちの会社は出発したんだと。だから面白いの、そうですね、川口家では途中で親に手紙書かせるわけですよ。ほんとちゃんと教えて、お父さんお母さんありがとうございましたと先書かせるわけね。そうすると親がね、もう社長のところに電話かけてくるってですね、あんたは海軍の軍人だと聞いとったんだが、うちの息子にどんな教育してくれたんですかと、
今だかしてありがとうなんて言うたことないのははがき起こしたってね、あれは強制したんじゃないですかって言って、ね、そうじゃないんだ川口子の連生ってこうだって言ったら、いやもしそれがうちの息子が本当にあれ書いたんだったらわしは死んでもいいって親が言って喜ぶって言うんですね。本当に嘘でもいいから書いたら喜ぶねこれね。それでまあ社長は非常に面白い話してましたですけどね。だからまずね、その僕なんかでもそうなんですよ、医科大学出た時はもう一般世の中ものをね、医学のこと知ってると思いますね。それはもう草薙しとんだから、もう入学式卒業試験出るためにね、みんな知っとんですよ。そういうことが患者診察だったら何百人とか一つもできないんですね。そのことを全部忘れて新しい教育を受けた時に医者になれるんであってですね、そういうその私はないんだないんだって思いながらいつの間にか自分というのを持ってますからね。この姑に気に入る嫁さんっていうのは一つ一つこう、これはどうしたらいいんでしょうか、こうしたらいいんでしょうかって、こういう素直さってものをね我々も持っていかなきゃ。だからお客さんにあんたどんなもの欲しいんですかと、どういうふうにしたらいいでしょうかって言ってこう素直にね聞ける、このそういう経営者っていうのは素晴らしいと思いますね。こういう素直さっていうものはね、今の世の中で素直になったら商売にならんっていう人あるかもしれない、これ逆でありましてね、本当は素直さっていうものが今一番要求されてると思いますね。さてその時行きましょう。これもせいぜい古品の考案である全集だの全額だのというと漢文体でいかめしく書いて小陰謀の時その参加答えんなどと読まなければいかんとか、狂言を狂言とも読まぬ狂言とも読まぬ狂言とも読まぬ、そんな読み方をするのは素人のこと、狂言と読まればならんなどと嫌に禅宗の玄人を持ち出す人があるが、こういう人こそ制限発火の酒三三喫し終わってなお未だ舌を潤さずという類の人である。よほど本当の古品ということは難しい、無駄と思いながらいつの間にか何かを担いでいるから無一物中無人像を体験しえないのである。だから無言はこれを受して品は反端に似ているがまだ本当の無一物ではない、彼はまだ幸運のごとく清っているところがある、わしは偉い、わしが偉いと担いでいるところがあるのだと、本当に生きる称賛もなくして無尽蔵の方向をいたずらに争ったのであると言ったのであると、これはね、この実測のポイントっていうのは何かって言いますとね、無だと思いながらいつの間にか何かを担いでいるっていうのが中心ですから、これを一つポイントに置いといていただきたいと思うんです。無我だ無我だ相手のためとか何とか言いながらいつの間にか自我が形成されてるんですね。非常に無だと。それでね、そのことをもう一つ言いますと、いつの間にかね言葉を変えると偉くなってることです。自分が偉くなってることです。その偉くなってるっていうことをもう一つ言葉を変えますとね、どうしたらいいかちょっとね、自分の考え方が一番いいと思っていることです。これは偉いっていうのはね、自分の考え方が一番正しいと思っていることなんですよ。自分の考えが一番正しいと思わなかったら生活できませんからね、それでいいんですが、自分の考えが一番正しいと思うのはね、今はそういうことなんですよ。この例えばね、石油危機が起こりました時によく言われましてね、今度も私岩国の方行ったら私の栄える会の講演がこの石油危機の困難な時代に処してどうするかっていう難問を僕に書いてあるわけです。その時私何を答えたかちょっと、もうダメだと、もう大変なことになった、もうダメだと思う人はね、なぜダメだと思うかちょっと、ダメじゃないんですよ。ダメだと思うのはね、今までの方法ではダメだっていうことなんですよ。新しい方法になったら何でもできるんです。今までのやり方ではダメだってことです。なんかダメなことが起こったらね、医者でもそうでしょ、この病気は治りませんっていうのはね、今までの治療法では治りませんっていうことです。新しい治療法ができたら治る、いくらでも治る。ペニシリンだってね、が発明されたら今まで治らなかった病気は治ってるんですからね。だからなんか問題があるってことはね、もうダメだと思った時は今までのやり方ではダメで、新しい方法を考えたら何でもなく解決することなんです。だからこういうショックが起こったような時には今までのやり方でそのままやっていこうとしたらできない、潰れていく会社があるでしょう。
それはその時に新しい考え方に立ち直ればいいわけで、何でもないことなんですね。だからこういうふうにこう無だと思いながらいつの間にか何かを担いでいるし、いつの間にかですね、この人間っていうのは自分が偉くなってるんです。で、自分の考え方はね、一番いいんだという考え方についなりやすいもんです。で、子供が何か言ってもね、親がね、親の考えがいいと思って子供に押し付けたりしたがるもんです、これはね。しかしまた新しい時代には新しい子供の考え方が生まれてこなかったら進歩はないんであってですね、親の考えがいつも正しかったら進歩はないんで、明治維新なんかにしたって何にしたって新しいものが生まれてくるときは今までのものが破壊されて新しいものが生まれてくるんであってですね、今まで正しいと思ったことが間違っておるからこそ新しいものが生まれてくるんで、だから私はよく日進月歩の医学って言いますね。日に進み月に進む医学、科学なんかもそうですね。よく日進月歩の科学だとか医学だとか言いますね。日進月歩、日に進み月に進む医学っていうのは、進むっていうことは今までのものが間違うとるっていうことでしょうから、はっきり言って日進月歩って、医学がそんなにどん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 進んでいくんだったら今の医学は大したことないっていうことです。間違いだらけだっていうことですね。そういうことで、しかしまあそれがいいんですよ。だからこの科学でも何でもどん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 進むっていうことは、新しい観点に立ったから進むんであると。で、いろんなものの考え方が、それからもう一つ変えていくと、我が出ないことですね。我が出たらもう伸びがないことです。だからあの人間はね、どんなに自分が正しいと思ってるものの中からでもね、反省してね、新しいものを自分の自分を反省して、そのはっきりとね、自己批判してみることが伸びる一番大きな大切なことかと思いますね。しかし自分自身を自己批判するほど辛いことありませんよ。はっきりと自己批判するということは辛いです。辛いけれどもね、それをやらないと自分自身が伸びていかないということですね。会社なんかでもそうです。経営の問題なんかにしてもね、もっと自分より優れた人に来てもらって、はっきり批判してもらって、どこが悪い、どこが間違ってるということを言ってもらった時に、これを伸びていくわけでありましてね、そういうふうにこう自己批判というのは辛いですけれども、やっぱりこれやっていかなきゃならないということですね。で、これはまあ非常にあの生前古品というのは無だと思いながらいつの間にか何かを担いでいるということであって、それはいつの間にか自分が偉くなっている、いつの間にか自分の考えが一番ええと思っている、我が出ているということですね。そういうことであります。それじゃあその次の読んでいきましょう。第11則、習慣安住。上州一安住のところに至って問う、ありやありやと。主検討熟習、周曰く、水麻生してこれ船を泊するところにあらず、すなわち行く。また隠居のところに至って曰く、ありやありや。主もまた検討熟す、周曰く、農商農樹、農商農脱、農殺農活、すなわちさらいすと。無門曰く、一般に検討熟す、何としてか一向受けがい、一向受けがわざる。しばらく言え、効果何のところに変わる、もし斜里に向かって一点を下しえば、すなわち上州絶倒に骨なく、不起法と大自在を売ることをえん。しかも格のごとくないといえども、いかんせん上州変えて二安州に寒波せられる、せられること。もし二安州に優劣ありといわば、いまだ山岳前後、山岳岩を愚せず、もし優劣なしというも、またいまだ山岳岩を愚せずと。十二曰く、マナコは流星、木は静電、殺人と活人権と。これはですね、その最初ちょっと大体の意味をこう分かっておいてください。上州和尚が、あるお寺へ行ってですね、そこの安住、まあそこの偉いの責任者のところへ行って、この問答を吹っかけに行ったわけ。先ほどのね、禅問答を吹っかけに行った。その問答の言い方が面白いですね。ありやありやって言ったんだね。あれあれやっていうね。
ありやありやと、あるかあるかとこう言ったら、それでその向こうの暗示がこう片手をね握ってキュッと立ったっていうね、棒を立った。それを見て上州が、水はそうしてこれ船の泊するところにあらずと、まあとても心境も大したことないのでこれわしが泊まるところじゃないって言ってとっと出てきたっていうんですね。でこういうところがね禅宗の激しいところですよ。自分がダメだと思ったらとっと出てくる、すなわち行くと、去ったと。また同じようなことを言って一暗示のところにいたって曰く、ありやありやとまたやったんですよ。同じことを言った。そしたらですね、そこの暗示も同じようにまたね拳を握ってキュッとこう立てたって言うんですね。同じことしたんですよ。同じことをしたのにね、今度上州が何と言ったかしと、脳重、脳症、脳脱、脳殺、脳活と、もうねよく与え、よく奪い、よく殺しもすることができるが生かすこともできる、活殺自在である、素晴らしいって言って礼をしたって言うんですね。同じことをありやありやと聞いて同じようにこう拳を固めて上へ立てたのに、片一方は素晴らしい、片一方はつまらんと言ったのはなぜであるかっていうのがこの公案なんです。そこをねまず最初に考えながらこれをご一緒に読んでいったらいかないと面白くないですね。解釈。上州和尚は第一足の上州屈指の公案に出てきた上州和尚である。上州和尚は80歳の時まで暗記して禅経を磨いたって、これ偉いもんですね。80歳までね暗記してね、ほうぼいてありありやって聞いとったわけです。禅の修行は剣の修行のようなもんであって、成長の絵の道場のように根節丁寧に教えてくれるのではないと、もう突っ放すんですね。段違いで問答無用と分かったらさっさと突き出してしまう、さっさと引き上げてしまうもんであったことが本則で伺われる。こんなところにはとてもおってもしょうがないって言ったと上司が出てきとるでしょ。それでも分かるわけです。上州暗所を冠すというのは、上州がある寺を訪れていってその暗所の悟りの程度を看破したということである。冠というのは観察する、考える、考察する等の意味を持っている語で、暗所の力量の程度を看破したのであるとしたことである。さて上州は例のごとく暗記してある寺を行き着いた。それで頼もうと呼びかけて出てきた暗示にいきなりありやありやと言って問答を始めたのである。するとその暗の主人も去る者、拳を握って上向きに突き出したというのが主見当熟知である。あるというのは握っていることだという意味であったろうと思う。握らなければ何もない、本来空空ジャグジャグ何のあるものもないということを動作に示したものと見ることができる。ちょっと見るとそれで公案は解決している。ところが上州和尚は、何じゃその悟りの 浅いことは、水が浅くて港に船が着くことができないようなもんだと言ってさっさと引き上げていってしまったのである。これは面白いですね。そしてさっさと引き上げた。ところがですね、そしてまた次の寺へ行くと上州は前と同じようにありやありやと呼びかけたのである。すると今度の寺の主人もやはり見当熟知で原稿を握って上向けて見せたのである。しかしその原稿の前のお寺の僧とは違っていた。同じ握った拳でも形は同じでも内容が違うことが看破されたので、これはまあそこの面白いところなんですね。その動作を見たときに上州は脳症、脳脱、脳殺、脳活と言って褒めて礼をしたと、なしたというのである。これですね、その、まあ、例えばね、皆さんがこれはこんなことは分かりきったことですが、何か頼むよって言ったとき、はいっていう返事のもんでもね、はいっていう いやらしい返事もあるし、はいっていう気持ちのいい返事もあるし、例えばニコッと笑ってもなんとなく苦笑いのような笑いもあるし、本当に楽しそうな笑いもあるしですね、同じことを言っても人とも力のない人もあるし、同じ言葉で相手に非常に響く人もあるし、それはやっぱりこう
同じことをしてるんだから、私はあの人と同じことをしたのに、あの人は褒められて私はこう嫌われたとこう言うんだったらね、そこにね、自分が相手とね、さっきのね、根本的な 元が違うんですよ、考えの根本がね。だこれをどうしてこんなことになったかということを皆さんが考えながら一つ読んでください。それを常に考えながらこれずっと読んでいかないとですね、ただその時その場所場所の回答ではつまらないんです。なぜね、同じ問いを出して同じ答えを出したのに、片一方はよろしい、片一方はつまらんと言ったかということをね、常にこう、どうしてそんなになったんだろうということですね。これはね、なかなかその教えられるところなんです。例えば皆さんがお客さんと接する時でもこういうもの、人と接する時でもこういうもの、こういうところをね、よくこうしな、見ながらね、本当に悟ってるのか悟ってないのかを見分けると同じように、相手が本当に自分に対してどのぐらいの気持ちを持ってるか持ってないかっていうことをね、こう見ながら、こう常にこう見ながらね、同じことを言ってながらそれにごまかされないようにね、自分というものを持ってなきゃいけない。そこでその次いきましょう。そこで無門の表であるが、一般に検討受義す、何としてか一向受けが一向受けがわざる、しばらく家効果何のところにかある、どちらも拳を握って突き出した点は同じではないかと、どうして一方の方を良しとして褒め、一方の方をけなして水浅をして船を泊するに足らずと、とても船が止まれないと、悟りが浅いと言ったのであろうか、乱雑疑病疑病、まことに訳がわからんではないかと、同じことをしたんだからおかしいじゃないかと、とどこをどういうわけでこういう判断をするのか、その入り組んだところを理解のいくように話してもらいたいと、もしこの点に向かって一点を悟りの動機になるような言葉を与えることができれば、常習たるもの下に骨なく、下に何のこわばりもなく、弁才自在たるを売るだろう。しかし常習和尚、実はこの二人の暗示に逆に感化せられ、逆にね、見破られたのではないだろうかと。もし二人の暗示のうちどちらかに優劣が、もうどっちがいい、どっちが悪いというものが、ことを言うならば、それは三学前、迷いと悟りを見分ける心の目がないと言わなければならないし、二人の暗示に優劣がないというならば、これもまた同じく三学前がお備えていないものであると言わなければならない。というのが無門のようで、こうなるとわけわからなくなりますね。優劣があると言うてもいかんし、ないと言うてもいかんじゃない。これどうしていいかわからないと。いよいよこの前提のややこしいことを言うんですね。これでね、その回答がね、実にこの明快に谷先生がここで書いてあるんです。常習和尚がありやありやと言って問いかけるのからして、何かを握っているのであと、もうこうなると上司和尚も減ったくらいの、谷先生から見たらね、上司和尚の問いからしておかしいと、こういうことね、こういうことはね、ちょっとその前週では言わないですよ。本来無一物、成長の意識に言えば物質はないである、我もない無我である、それなのにありやありやと問う。80歳になるまでそんなことを問うて暗示していた、よほど常習という和尚は本来ないものを握っていた男と見えるこうなるとね、禅宗で言ったら常習なんてのは大変な偉い坊さんなんでね、こんなこれを批判したなんてことだったら禅宗大変なことなんだけど、谷口先生はまるで自分の弟子に批判してるよね、あっさり書いてあるんでね、こういうのがね、禅の坊さんにはカッとカッカ来るんですよ。これだからね、この無門館の批評をね、禅宗の坊さんがものすごく攻撃してきたんですね。ところがしばらく行ったら歯が立たないんです。あら、もう素晴らしいもんですね。この本はもう禅宗の坊さんが今はもうほとんど読んでない人もないって言うんですよ、これ。むしろ成長のより禅宗の坊さんに読まれてるんです、これ。解釈するのはこれしかないんですから、他の禅宗の坊さんのね、無門館の皆さん解釈読んでごらん。全然わからん。読めば読むほどわからないんだね。書いてる人が分かってないから分からんのです、これは。本当ですよ、読んでごらんなさい。もしこれ読んだようにはっきり分かるものがあったら教えてください、僕は読みますから。絶対分からんです。ますます分からんから、ね、読んで。もう情けのようになりますよ。先生のようにこう断言してね、
よほど常習という要請は本来ないものを握っていた男であるなんてこれでズバリと書いてないでしょ。そこでありやありやと常習が問いかけた時に、二人の案者はどちらも拳を握って継ぎ出したのである。立ち向こう人の姿は鏡であって、二案主がどちらも握り拳を継ぎ出したところを見ると、かえって常習和尚自身が握っているところあることを看破せられたものであって、二案主もどちらにも同じ力を見出すべきである。これも一つの物語方いいですか。そのね、ありありあちと向こうがねバッと継ぎ出したっていうのはね、常習の心が向こうに現れたんですよ。だから同じ動作が出てきたっていうことに考えられるんですね。このところ皆さんね、今のこれ大事なところです。それをね、それとね、また次に出てくるのが違う回答が出てるんですからね、ここも一つの素晴らしい回答ですからここですね、立ち向こう人の姿は鏡であって、二案主がどちらも握り拳を突き出したところを見ると、かえって常習和尚自身が握っているところあることを看破せられたものであって、二案主ともどちらにも同じ力を見出すべきであるというね。ですから、これは一つのものの見方ですよ。ありゃありゃって言った時に、それが常習和尚のその言葉の響きがパッと相手に出てきたわけです。それで拳をギュッと握って出したと。だから彼らのこれらの二案主に優劣があると見るならば、それはかえって名号を批判する、迷いと悟りを批判する、山岳眼がないと言わなければならない。相手のその動作を見てね、手をこう二人出したっていうことは、常習の心の影として見たら、立ち向こう人の心は鏡ですから、同じ姿をしたとすると、常習和尚の心が現れて指をこうバンとね拳を立てたんだから、優劣がないわけですよ。だからそこでそういうふうにこう解釈できるんですね。ところがですよ、その次です。では二案主は本当に同じ力であるか、そこで呼び出された同じ力は、常習和尚が自身の心の影として呼び出されたる同じ力であるから、常習和尚の心の影として同じ力であるが、公案に答えた二案主自身の悟りの境地においては、やはり優劣があるとしなければならないというんですね。同じことを言ってね、相手にねパーンと響いてくる、跳ね返ってくるけれどもね、跳ね返ってくると同時にね、その跳ね返る方の二人に近い差があるんです。差があるんですね。ここのところなかなか深いところですから、一つね。ですから、それでね、これはもう対人関係、いわゆるヒューマンリレーションの根本になります、こういうところはね。だからこの二案主が同様に拳を握って継ぎ出したことには、優劣なくして優劣があることを看破しなければならないというんですね。これもうちょっとしたら説明します。常習和尚は自分自身の心境を看破せられながら、相手の心を看破したのであると。これ筋取ってください。これが大事なと。これが根本です。常習和尚は自分自身の心境を看破せられながら、相手の心を看破したのであると。自分の心の現れであると同時に、相手の心がこっちへも反映してきたんです。だから看破できるんです。その二案主のいずれにも自分の心の反映を見ながら、同時に二案主自身の心の姿を看破したので、ここも筋人があって、ここまで筋人があってですね。これね、ちょっと説明しますとね、皆さん分かりにくいと思いますから、説明しますと、鏡がありますね。まあ、これはまあ鏡としますと、立ち向こう人の心は鏡なり、己が姿を映してやみんということになりますね。だからこの常習和尚がありやありやって言った時に、自分の心がありやありやと握ってるから、相手がこう握ってダッとこう出してきたんですね、映ったと。だからその姿は、自分の姿がこの鏡に映ってるんです。それはそれでいいわけです。ところが鏡の中にもね、本当に素晴らしい鏡と歪んだ鏡があってもいいわけでしょ。それが相手からのこっちに来る反発なんですよ。だから曲がった鏡に自分の姿を映したら、曲がって出てくる、見えるわけです。で、曇りがついとったらぼやけて見えてくるわけです、鏡はね。相手の鏡が同じであったら、同じものが映らなきゃいけないんですよ。
だからこちらがですね、自分の心を相手に移しながら、その移す心が違ってるから、違ったものがこちらへ返ってくるわけです。分かったような分からないような、分かりましたですか。これ非常に面白いところなんです。ここはね、鏡の映し方が違うわけです。これが相手の心境です。これが心の心機ですね。だから鏡自身が曲がっとったり歪んどったりすることもあり得るわけですよ。だからこちらがありやありやって言ったら、同じようにこうやって同じ姿が映ってると思うけれども、その映り方が違うわけですね。曇っとったら曇ってしか映らないし、澄んだれば澄んだものが映ってくるし、だから自分がの姿が映ってるようだけれども、曇って見えとったら、あ、この相手は曇ってるなと見えるし、澄んで映っとったら、あ、この人は澄んで見えるなっていうことが映っていいわけです。これはまあ鏡に例えればですね。だからこの鏡自身が相手の心の、だから自分の心を映しながら相手の心を見破ることができるんです。これがそれがね、非常に面白いところでね。だからこのお互いに丁々発しとこう、いろんな話をするときでも、授業の話をするときでも、まあ、成長年の心理の話をするときでもですね、ちょっとしたことでね、同じことを言っても相手から返ってくる答えが同じような答えを言うとりながら、やっぱり違ったものを感じるんですね。これは、まあ、例えば平岡初江さんって素晴らしい講師がいらっしゃった。私はあの方は素晴らしい講師でね、立派な方だと思いましたが、あの人がね、実に素晴らしい話されたんですけどね。あの平岡初江さんが私にこういうことを言われたんですよ。谷口先生がな、ご講習のご講話の時にね、人間は神の子ですよとこう言われたらね、私ら本当に神の子だとこう思うって言うんですね。ところが私が神の子だって言っても、相手どうもそう思わんらしいと。どういうわけじゃのかとこう言うんですね。これ非常に面白いんですよ。それね、谷口先生と同じことを言うとってね、相手が響きが違うんです。同じ言葉です。だからね、僕はそれで言ったんですよ。それは平岡さんな、まだあんたと我々とな、谷口先生とな、神の子に対する信仰が違うんやってね。私らの信仰はね、先生が言うから言うとるぐらいのこっちゃったから、本当はね、谷口先生は人間は神の子だと本当に信じてね、深く信じないから相手に響くんだよと。これ私らが言うとるのはね、まだね、その信じ方がね、薄いからね、相手に響かんのやと。と同時にね、